一斉のみ。ここ。まさかの屈辱的な結果。勝ったぜ。ちょっと非常に悔しいので、はい、指すばで対決しましょう。おお、ちょっと待ってください。対決しましょう。ん、あ、頼んでるんですよね。俺、あれ、頼んでんだよ、ね、俺、そういう、頼んでんだよな。じゃあ指すばで対決でもう一戦お願いします。どうします、大将、大将どうしますか。ただそれで我々が勝ったところでもう大丈夫です。これは変わりません。変わらない。大将どうしますか。ただ払い捨てです。払い捨て。どうしよう。どうしますか。勝って終わりたいですね、すっきりと。やりません。えっ、やれよ。やりませんよ。大将ベロ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 出したよ。えーということですから。やれよやろう。もうだってこれ変わらないですもんね。勝負は変わりません。これ普通に遊びで。遊びでね。遊びですね。意向を残さないための遊び。よし、1から10まで。1から10まで。10、誰からいきますか。じゃあ村井さんから。はい、私からでいいんですか。はい、ストレートに決まりますよ。大丈夫ですか。ストレートはないから。2本、手が2本あるから絶対ない。以前の動画でもそんなこと聞きましたけども。はい、いきます。はい、一斉の5。よし、投げないでしょ、人って。一斉の3。しゃー、打ち合わせ、ここはチームなんですね。打ち合わせしたんですよ。打ち合わせしたんですよ。いきます。一斉のゼロ。よーし、誰も過ぎたために共感しない。僕信用してない、ね、信用され共感しないから絶対あげないんだと思う。今、6、7、8、8ですね。8、一斉の2。やったー。後から後出しでこんなに早く抜けてく。いや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 、一緒に動画やったから、やったから。よし、行こう。1、2、3、4、5、6、7。よし、一斉の7。おお、メルトン。メルトン。ブロックされたね。さあ、一斉の4。森さん両方開けてたら4だった。読みすぎちゃった。一斉の4。よし、決めますよ。はい、多分みんなあげないと。一斉のゼロ。うわあ。せー、ナイス。ナイスブロック。今日は仲間だから。今日仲間あげないと思ったって言ったから、なんかあげちゃった。優しい。一斉の二。あげときゃよかった。あげそうになった。引力が。一斉の三。一緒だろ、一緒だろ、今一緒だろ。一斉の2。よし、うわー、強い。追い上げてきた。やばいやばいやばい。王様だけまだ2個残ってますね。一斉の1。よーし、結構上がっちゃった。来ましたよ、ゼロの時間が。皆さん、いきますよ。はい、一斉の2。わー、せーせー、そう、もう杉田さん抜けさせたくなかったよ。なんでだ、味方だっすんの。はいはい、いきます。一斉の3。おー、まずいきました。すごい、抜けました。すげー。よーし、最後まで、最後までいきますか。最後まで、最後まで、5、うん、一斉の1。ふぅー。いきます。一斉の五。よーし。ああ、怖い怖い怖い。怖い。一斉のゼロ。よし。最後はゼロで決めたい。そう。一斉の三。ああ。セーフ。くそ。どうしたらいいんだよ。よしじゃないか。一斉の四。あ、だ、全然しゃ全然上げないな、おい。なんか2個ですよ。いきます。はい、村井さん、いきます。いきます。
一せーの二。うわー！出ました。うわー。最後までやっていいですか。どうぞどうぞ。四これ四。一せーの三。よしよしよし。ゼロでこだわる俺は。いくぞ。一せーの一。よーし。ごめんなさいね。すみません。嘘を言っちゃいましたけど。すみません。ごまさん。見えた。また。一せーの二。あの僕ね、アップバンク勢とやっぱ付き合い長いからね、読めるんですよ。読めるの、読めるの。よし、マミトン、俺が出た時は強いですよ。え、何、何、これ何、これ出てきたの。やりたくなっちゃった、やりたくなっちゃった。2本、何、窓橋にかかってる。一斉のゼロ。いやマメトさんの勝ち。何が読めてるんだよ。ちょっと。いや、読めるからこそ花を持たせたんだ。いや、どう転んどんな言い方もできますよ。どう転んでもなんだこの人。大したことなかったな。いや、この結果は覆りませんからね、これ。これ皆さん。いやー、その告知よろしいですか、じゃあ。どうぞ。いやー、私も YouTube をやっておりまして、YouTube 50分動画チャンネルをやっておりましてですね。はい、こちらの方も、ただいまチャンネル登録を、お願いしておりますね。よかったら楽しい動画ね、僕以外に、大体入り口は僕なんですけども、どんどんアシスタントの可愛い子とかにどんどん流れてっちゃって、みんなファンがね、うん、いるんでね、はい、ね、皆さんよかったらね、はい、見ていただいてチャンネル登録していただきたいですね。そして4月の、はい、3月の、後半の土曜日から、うん、ゴージャス動画コラボカフェが原宿アルタ、東京原宿のアルタ3階カンニバルスターズにて開催されます。うん、原宿にもアルタがあるんですか。そうです、あるんですよ。あれ入り口にできた新しいやつ。入り口の方の竹下通りから入ってすぐの2分ぐらいのところで、右手にあるんですけども、そうそうそう、はい、3階建ての原宿アルタっていうファッションビルがあるんですけども、うん、そこの3階、うん、はい、可愛いカフェ内カンニバルスターズ、うん、私のプロデュースしてるお店でゴージャス動画とのコラボカフェがございます。うん、4月1日には公開生放送、4月3日には、ゴー様とのイベントがございますので、ぜひこちらの方はチェックしてください。メイドカフェなんですよね。そうです、メイドカフェでゴー様のイベントってあんまり意味がちょっと分かんないんですか。だってなんか王子様風でしょ、宇宙海賊っつっても、ふんじゃないんだよ。あなたも来なさいよ、じゃあ。遊びに来なさいよ、え、ずっといるの？パイセンは3日は。ずっといるわけじゃないでしょ、忙しいから。まあ、不安で忙しいから。忙しくこ、もう村井さんのおかげで小忙しい。忙しいから。村井さんのおかげで小忙しくね。まあ、1日の生放送はご参加いただき、はい、3日のイベントもご参加いただきますので、はい、もちろんうちのアシスタントたちも登場いたしますので、アシスタントはうちの制服を着て、あら、石田メル先生です。あら、来てどうぞ、行きます、ね、よかったら見に来てください。はい、お客さんで、うん、いやいや、呼んでくれ呼んでくれよ。初めて聞いたんですよ、今回その4月の何日っていうの。本当ですか。本当ですよ。じゃあメイドカフェあるある。はい、じゃあ時間もそんな感じなんで、やれた、はい、じゃあ最終結果、この感じ。ゴージャスチーム5勝2敗、ブライチーム2勝5敗下克上。そんなわけで、よし、くすまら AVS ゴージャス軍団でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また来るからね。ドアが閉まります。6階でございます。今、あの男が待ち望んでいた、あの男が地球を救う救世主となって帰ってきた。その男の名前は村井智武。後のマックス村井である。もう一度聞く、奴はどこだ。あなたが来るのをずっと待っていた。君は私たちを救ってくれた。お名前を教えていただきたいですね。2016年2月6日、知ってる。君はこの長い髪をなびかせた男に激しい刺激を受ける。マックス・ザ・ムービー、それは時代を先取りした若者たちへの天真爛漫なメッセージである。貴様ら機械には分かるまい。
マックス・ザ・ムービー。もうこれしかない。